こんにちは。今日はミュウミュウのこちらのバッグの修復をしていきます。ハンドルにひび割れが入っていました。このひび割れはそんなに怖くありません。今日頑張って絵を塗っていきます。お皿を取り出して色作り、赤色を入れています。一番近そうな赤と白、そして黄色、こちらはピンクですね。赤と白だけだと青みが少ないのでピンクも入れていきます。黒で落ち着きを出しています。白は明度の調節になります。明るさの調節です。黒と白は微調整で使うことが多いです。使った色をまとめます。赤、白、黄色、ピンク、ブラックです。色作りのコツはまたまとめていこうと考えています。チャンネル登録のまだの方はよろしくお願いします。では。